はい、皆さんこんにちは、渡辺隆史です。戦国バサラ真田幸村伝の続き、第6章第20上田合戦関ヶ原への道をやっていきたいと思います。早速ストーリーの方を見ていきましょう。第6章第2次上田合戦関ヶ原への道。魔王織田信長が果たせなかった天下統一の偉業、それを成したのは覇王豊臣秀吉であった。しかし巨大なる星が落ちるとき、天もまた乱れる。絆によって新たなる世を作らんとする徳川家康の拳で秀吉が倒れ、その圧倒的な覇の力で保たれていた世の平穏はまたしても瓦解する。秀吉の死後、家康を謀反人として断罪し、覇による支配の継続を目指す石田三成と絆による結束を解き、諸大名の信を得ていた家康によって、日の本を東西に二分する天下分け目の合戦、関ヶ原の戦いが勃発する。己がライバルを救うため、結果として豊臣家に忠節を誓った幸村は、父正幸と共に石田三成率いる西軍に加担。一方、家康に組みし東軍へ属す兄信幸とは敵味方となり、二つに分かたれた真田家は互いにその刃を交えることとなる。はい、ではここでちょっとレベルを上げておきましょう。ここまでかな。よし、じゃあこれで出陣していきましょう。プレイヤブルは幸村と正幸になってますね。そろそろ関ヶ原でもおっ始まる頃かね。久しいな、幸村。せがれ殿。兄上。見事な奇襲だ。真田井戸は引き受けた。ここは頼むぞ、小せがれ殿。お前に用があって上田へ来た。さあ、東軍増援隊を真田井戸に通すなとなってますね。城外にいる雪村と城内の正幸を切り替えながら、真田井戸を目指す東軍増援隊を撃破して食い止めろ。一定以上の増援が真田井戸に侵入してしまうと敗北となるぞと書いてますね。なのでこの真田井戸に入ってこないように、うまいこと雪村と正幸を切り替えながら戦うって感じになるんですかね。そんな、上田攻めの軍を率いるのは兄上。俺は徳川の城として沼田の城を預かっている。上田まではひとまとだ。そう意外でもあるまい。冬姫、やはり我らの真田井戸を狙ってきたか。あそこは日の本を横断する地下へと通じている。通り抜けてしまえば関ヶ原は目と鼻の先。この攻撃をしのいだ後、我らが先に真田井戸を抜けて援軍に駆けつければ、西軍は勝つ。いざ真田井戸を断守し、我らも関ヶ原へ。美濃の国関ヶ原にて、家康公を率いる徳川公軍と石田三成を総大将とする豊臣西軍が布陣し退治。東軍福島正則勢と西軍浮田秀家勢の激突により、合戦の火蓋が切られました。この辺りは史実通りですね。まあ、実際には家康の三男だったかなが、抜け駆けをするんですけどね。通じて関ヶ原の様子が激戦になったのは浮田勢と福島勢、ここが激戦になりましたよね。
かし兄上、それがしに用向きとは幸福勧告であれば、親父様もそれがしも受け入れはいたしませんぞ。それがお前たちの選ぶ道であれば好きにするがいい。俺は俺の道をひた走るまでのこと。だが雪村、お前には問うておきたい。誠の真田の道とはいかなるものか。もう一回切り替えましょう。黒田長政、細川忠内、佐藤義明、石田三成暗殺隊が西軍本陣へ向けて出撃。本陣の守りを固める。左近隊、前へ。三成様をお守りするのだ。誠の真田の道。そうだ、お前たちの道は今ね、入られたか。豊臣に沿うている。俺は上田を去ったあの日から、家康と共に日の本の先を照らす術を求めか、ひた走ってきた。こたびの大戦は我ら東軍家康の勝利によって踏み出される先への一歩に過ぎる。日の本を二分したこの戦が決着する。結構難しいな、守り方が。天下は一つとなり、戦国の世は終わる。それより先こそが我が真田の誠の道。世を太平へと導く道こそが俺の進むべき道だ。さすがは真田の城、容易には落ちるか。えい、城内へ流れ込め、勝って押し潰すのだ。三成暗殺隊、本陣守備の激しい天候により発動。左近隊、敵部隊本陣への突撃を阻止。しかし激戦の最中、島左近が無数の銃弾を浴び戦闘不動。関ヶ原の戦局は五分と五分といったところか。さてどうなるや。どうした、島津はまだ動かんのか。総国出陣を呼び出したはずではないか。それが伝令の者が出ませず依頼したところ、ブレーダルと一括され追い返されたとのこと。まさか兄上、この天下分け目の大戦は徳川殿と兄上が仕向けたもの。同じ道を行けぬ者と先へ進めぬ者、これらはいずれも天下統一への妨げとなる。そうした歩みを妨げる者をこの戦にて取り除く。我らが先のために成し得る最良の策だ。バカな、兄上。毛利はなぜ動かぬ。出撃は要請したのだろう。毛利は弁当を試食した後出撃すると返答があり、それ以降は西軍内にて統率に乱れが生じている模様。この機に生じ松尾山に伝令、我が東軍の奥の手を。兄上、それが兄上の進む道であれば、この雪村の誠の道は別にあり申す。それがしは親父様の道を行く。たとえ先が途絶えていようと後悔はいたしませぬ。ならばこの俺の一踏みでその道を砕こう。小早川め、午後に及んでおじけつきおったか。松尾山に向けて発砲準備。弱虫金剛一括しろ。徳、松尾山に布陣する小早川秀明を一斉銃撃。ひるんだ小早川が東軍に寝返っただと。家康、お前の勝利を俺は疑わない。候補の憂いはこの俺が立つ。先へかけ、世を照らせ。結構切り替えていかないと難しいですね、これは。了解、旦那。これサスケかな。任された。敵兵の突破を許すな。何をすればいいんだ。
来襲する徳川軍を手裏剣で迎撃しろ。なるほど。 L で左側のアナログスティックで照準、四角で手裏剣、丸で区内爆弾。 OK と、まあ威勢よく引き受けたはいいけど、ちょっとばかり気合い入れないとしんどいかもよ。それじゃ一つ、俺様の華麗なる手裏剣さばきをご披露しちゃいますかね。小早川秀明の裏切りにより動揺した西軍将兵が東軍へ寝返りました。その数およそ1万。あらら、こりゃ西軍の敗色濃厚って感じじゃないの。こりゃ真田も身の振り方ってやつ考えないとね。信行の旦那が徳川にってのが、大旦那の技術か何かだったら拍手喝采なんだけど、そりゃないか。相手は忍びだぞ、強行突破しろ。いた、手裏剣が尻に、にしても、何まさか信行の弾内爆弾がなくなってる、ま、これはきついな。昔から何考えてるか分かりにくい人だったっけ。分かりにくさで、いや、正幸の通してしまった。そこへ行くと、あの人の分かりやすさが際立つってもんだ。親父と兄貴の板挟みでさぞ辛いだろうけど、小早川軍が大谷義継の猛攻を受けている模様。弱虫金吾は早々に気を失い戦闘不能。ま、とにかく東と西どっちかと、これは結構きついな。とりあえず真田の家は残るわけだ。どっちにしろ俺様は雪村の旦那についていくだけさ。なんか放っておけないんだわ、あの人。かなりきつい。爆弾を使うのが早すぎたんだ。ここまでしてやられるとは。誰でもいい、誰かやつを。あれ、関ヶ原はこっちじゃない。じゃあどっちだ。いや、うん、ここはどこだ。いい年こいて迷子じゃ。そこの手裏剣持った人、関ヶ原へはどう行けばいい、教えてくれ。え、あ、俺様のこと。そうそう、お前さん、お前さんって。やりゃー、おっと、いや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 、いきなり何すんのオタク。ちっ、かわされたか。しかし迷子を装い隙をつく、創世のこの完璧な奇襲を看破するとは。やるな、お前さん。いやいや、つうかその手枷、ひょっとしてオタク黒田勘兵衛。そういや脱獄したって手配書来てたっけ。で、今東方についてるってわけね。当たり前じゃ。創世をあんな穴蔵に閉じ込めやがった奴らの味方なんざ誰がするか。脱獄してしばらくして偶然信行らと出くわしたんだ。あいつはな、哀れな創世を拾ってくれたんだよ。普通ならよかったねで済むだろうけど、オタクほどの男に狙いがないわけないよな。いよいよ創世にも月が回ってきたっていうわけで。これね、結構こたえますね。やれやれ、信行の旦那も厄介なもん拾ったね。こいつは大旦那並みに食えない男だぜ。なんということだ。大谷教部義継殿、小早川軍を壊滅としても、自らは封刺されただと。おいおい、こいつはさすがにまずい流れだ。どうする、うん、旦那、大旦那。雪村、上田は間もなく落ちる。真田正幸の道はここでついえるのだ。ならばお前の行くべき道も消え失せよ。俺と来い雪村。
お前の先をこのようなところで途絶えさせるな。大谷軍海藻の砲を受け、三成様が本陣より出撃。アジアのごとく東軍本陣を目指し疾走中。雪村は行かんよ信行。今のお主には分からんだろうがな。何、お主は何も見ておらん。いや、お主には何も見えておらんのだ。道も先も足元さえも見え。戦国最強本田忠勝様、上空より西軍陣地を爆撃、次々と殲滅していきます。あなたが俺の見据える景色を理解しようはずもない。俺はあなたの遥か前だ。その背中霞んで見えぬものに。まずや。かつてあなたは幼き俺に説いた。武勇と知恵、仁義忠信をもって天下に名をなし、あらゆるものの負が規範とする道となる。それこそ誠の真田の道であると。信行、あなたの言葉を信じ、俺は車に乗りかけた。あなたをこの道の先にいると信じて、だがいなかった。あなたは全く別の道を進んでいたからだ。道を違えたのは俺ではない。クソ、入られたか。親父殿、信玄公の死が親父殿を変えた。親父殿を立ち止まらせ、道を惑わせたのだ。勇気、だが俺は先へと進んだ。そして今なおたゆみなく邁進し続けている。その差がこれだ。俺は父であるあなたを凌駕した。これより先、真田の道はこの信行がひた走ろう。兄上、親父様、邪魔だ。覚悟しておけ雪村よ。邪魔だ。ほどなく先が原も、もう決着する。無論我らの勝利でだ。なんと石田三成、自ら東軍本陣に突撃。家康公との一騎打ちと相なりました。石田殿と徳川殿が一騎打ち。聞こえる二つの熱き心の叫びが。家康、家康、家康、家康！三成、なぜ貴様は断罪されない。秀吉様を裏切り、私を裏切り、この世の全てを欺き、己も偽り生きる貴様を、なぜ誰も咎めない。それはまだその時ではないからだ三成。わしは罪を負った。そしてこれからも追い続ける。まずいな。必ず一気に3人入られたか。全ての罪を裁かれる時が来るだろう。だが今ではない。それはわしが港の絆を束ね、天下を一つとした。待て、絆、絆、絆。ならば私との絆はどうだった。貴様の汚れた過去ごと無賛したか。それともそんな絆などなかったのか。私は心の中で貴様を友と呼んでいたんだ。三成、空入られるか。秀吉殿との絆が強すぎたんだ。他の全ての絆が霞んでしまうほどに。勝手なことを。私から全てを、全ての絆を奪ったのは貴様だぞ家康。そうだ三成、わしはお前から全てを奪った。だがそれを贖うためにお前の命を奪うという罪をも背負う。これはそこそこ早く決着してくれないと全員が結構入ってきちゃいますね。
三成、三成二人の声が途絶えた。決着は一体わかるか雪村、石田三成もまた豊臣秀吉の死という風にとらわれ、立ち止まる、惑う、先を捨てた。がーここでは邪魔やめろ。走り続ける。たとえ今この時家康を失おうとも。昇り焼き関ヶ原は勝ったのは総大将同士の一騎打ちがついに決着。勝者は家康様だ。徳川家康様ご健在なり。終わっちまったか。関ヶ原の方は決着がついたのね。敵将石田三成三種。見事な家康、これにて先に進める者は必須とついえる。これより語るはとある男の物語。ありし日に新しき世の到来だ。兄上は道を誤っておられる。弱き者、古き者、ただ切り捨てて進む道など魔王、覇王が敷いた道と変わらぬ。うつろなり。雪村にたわごとを吹き込んだな。それも砂術の類か。この安枯れの見せ物もようやくしまいだ。最後に父として子であるお主に二つ伝えておく。一つ、痛みってもんを知れ。人の心の痛みを。立ち止まり雪村を待て。あやつは必ずお主の背中に追いつく。重いもんを抱えて一歩一歩踏みしめながら、えっちらおっちらとな。すまんすまんな信行。わしではもうお主には追いつけんのだ。さらばでござる。せがれ殿、見えぬ幼き日に見た瀬名が、先を行き大きく揺れるあの瀬名が、俺にはもう見えぬのです。はい、というところで第6章第20上田合戦関ヶ原への道プレイしました。結構ねサスケの手裏剣とかね、手がかなり消耗しましたけども、しっかりクリアすることができました。というところでですね、次回は第7章九度山幽閉、こちらをお届けしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。実況パワフルゲームチャンネル。